ただいまお風呂から上がりました。もう今すぐにでも寝れちゃう。もうねえやって、配信終わったらすぐ寝る。髪の毛乾かして洗濯物干して、そうする、髪乾かしちゃって、ドライしていいよって、え、やばいよ、西自分の都合のいいコメントばっか読んでる。え、髪乾かしの、え、いいの？はい、髪乾かしていいの？いいの？意外とギリで、あ、やばいって思って、え、ドライヤー配信していいの？本当に？いいの？ありがとう。じゃあドライヤー配信しちゃおうかな。よっこらしょういち、よっこいしょい、あれ寒い、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかとっても止まってる気がする。大丈夫そう？そんなことない？ちょっと待ってね。この、もういつも。そうだよね、止まっちゃうよね。大丈夫そう？すまん。足が冷たい。この石が冷たいんです。では行きますよ。そう、お料すいませんね、本当に寒い。あ、そうだ、ちょっと一瞬ここ温めよう。ほんで、ちょっと待っててね。お待たせ。あったけえ。なんでこんな寒いのって言いながら半袖を着るなよって話だよね。あったけえ。毎日いつも朝ここでね、メイクをするんだけど、ずっとこうやって温まってるの。ドライヤーで。あったけー。なんで洗面所ってこんなさ寒いの？ちょっと温まったわ。電気代があって違う。
洗面所ってさ、暖房なくない？ある？温泉所は暖房がないんだけど、洗面所に。ないよね。そうだよね。ドライヤーだとすぐ温まるから。小さいヒーター置かない？置かないな。狭いからさ、なんて。もうさ、足の踏み場があんまなくなっちゃう。あともう繋う場所もないからさ、そうだね。お風呂に暖房ないの？お風呂暖房あるけど、なんかそんな温まんないような気がする。まずは半袖やめろ。いや、ほんまそれな。なんか癖で半袖着ちゃうんだよね。寒いの苦手な癖に。なんかさ、半袖ってなんか疲れちゃうんだよね、私。肩がすごく凝る。なんか苦手、長袖とか厚着苦手なくせに寒がりだからさ。そうなの、厄介。だから半袖が一番好きなんだよね。楽だよねって、そうなの。あと洗濯も楽だからさ。なんか洗濯動かなきゃ。落とした。落としたかスリッパはあって。ね、そろそろスリッパ出さなきゃいけないわ。こんなに一気に寒くなると思わなかった。よし。髪乾きました。ありがとう、皆さん。さあ、なんかこの間ね、やっとさ、大西なんか自分の生誕のやつをもらったんだよ。去年の分と今年の分を一気にもらったんだけどさ、まあでっかいバスタオル、これ今年のなんか名前めっちゃ書いてるやつ、おいしいものかーって書いてるやつ、あれ今年のバスタオル、これ去年のなんだ。じゃあ、なんかね、それもちょっと変だと思うんだけどさ、なんか全部一気にもらったのよ。これ。これ去年の？熟成させたねって。いや、これは私が熟成させたわけじゃないよ。スタッフさんだよ。今更別にいい、良かったんだけど、なんか、この間くれて。中見たら去年ので。え？みたいな。だからその一週間後今年のやつもらったの。え？で今までなんならもらったことなかったのに急にくれるようになった。でさ、まあ、バスタオルだからさ、まあ、使えるかと思って洗濯したんだけどさ、これ絶対水吸わないよね。どうしよう、これいらんいらないって言っちゃいらないんだけど。なんか、まあ、バスタオルやからさ、まああって困らんわって思ってたけど。なあ、吸収性の悪そうな。
あれ体拭いても絶対水弾くやんな、なんか。俺ね、悪口言ったわけじゃないけどさ。なんかあれ、もうちょっとなんか、洗濯したらあれどうにかなんのかな。まだ一回しか洗濯してない。だけど。それこそ床にいて、あ、確かに。でも嫌じゃない？自分のさ、裏返しにすればいいか。確かに。確かにな。何度か洗ったけど変わりませんって、あ、そうなんや。これ何に使うの？これ使えないよ、マスター。この生地はちょっと使えないよな。膝掛けって。膝掛けにしたらちょっとデザイン性がね。文句しか言わへんの。マジで、俺最近文句しか出へん、おもろい。違うで、別にさ、本気で言ってるわけちゃうで。違うで、なんかね、なんかスラスラ出てくるようになったの。やだ、なんで？可愛げがなくなってきたね、だんだん。なんかいろいろ、なんだろうね。そうなんだよ。そうなんだよね。あれ、どうしよう。今羽織ればあったかいよ。確かにな。実家に送れたらいいんだけどね。実家に送るのもちょっとめんどくさい。ほら、なんでこんな顔でっかいの？ちょっと。おもろいな。ねえ。行き。ねえ、でかすぎ、マジで。すごいじゃん。高くもないわ。いや、そんなことないわ。ちょっとマシかも。うん、ちょっとマシかもしれへん。本物より大きくプリントされて割れた。これぐらいの顔のサイズの人、なかなかおらんのじゃん。かなりでかいよ、ほら。かなり。かなりでかいよ。ハエゴレみたい。やだ。でかいよね。ファンも困ってるので、上の人に言ってほしい。そうだよね。え、でも多分、言ってるよね。ゆきりんさんとか多分なんか、言ってる気がする。わかんない。なんか YouTube で見たけど、ゆきりんさんの。なんか若い子たちからのなんかメッセージとかで。AKB のグッズはどうしてそんなにも、なんか、ダサいのですかみたいなのが来たみたいなのを YouTube で言ってて、そう、ゆきりんさんとかめっちゃ多分言ってくれてるんだよ。わかんないけど、でゆきりんさんが言ってもこんな女もうわかんない、わかんないよ。もうこれはでも AKB のらしさなんじゃない？もうね、わかんないよ。来年の4月とかなったらめっちゃおしゃれになってるかもよ。新生 AKB とか言ってめちゃめちゃおしゃれなペンライトとかなるかもしれないね。まあまあ、みんな今後の AKB に期待してちょうだいよ。やばい、もう終わんな、終わらなんか。ありがとうね。じゃあちょっと、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位よっちゃんのゆうもち大好きです、ありがとうございます。イエイ。そして2位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がさとちゃっとマーク大西郡さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がそらまりアットマーク二次会中央握手会お疲れ様さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がまゆいかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。
して10位は黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位はコバアットマーク大西洋さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がゆみたん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう、みんなドライヤーに付き合ってくれてありがとうね。意外とあったかいわ。こうやって使うのがいいかもしれない。このねデザインの面をそうねこの内側にしてもらって、そしてこうやるとねあの断熱性があってあったかいわ。みんなも使い道がわからない方はぜひこうやって使ってみてください。ということで、ではでははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、今日握手会来てくれた方ありがとうございました。明日も来てくれる方は気をつけてきてね。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ。